へいどうもみなさんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。<ac> はい、ということでね、えー、無事にですね、破産しまして、つ、え、い、ー、にはですね、僕、防具を揃えることができなくなってしまいました。おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。はい、えー、今回ですね、まあ、皆さんにご紹介していくのは、僕がね、えー、最近やっている金策になります。對對はい よくね、リスナーから質問が来るんですよなぜこんがりはえそんなにね散財しても全ロスしてもお金がなくならないんですかと課金してますかって聞かれるんですけど課金なんて一切してませんゲームの中でね破産しても全く問題ないじゃないですかもう構わないそれはうんでもさ課金をしてリアルでね破産してしまったらシャリにならないんで僕は一切課金はしませんじゃあ どうやってね、えー、公演を稼いでるのかというと、SKS 金作です。はいもうこれに限る、もうこれが最適解。僕もですね、今までね、多くの金作動画を皆さんにね、ご紹介しましたが、SKS なのよ、結局。うんもうこれ、最適解です。はい まあ最新のですね SKS 金策っていうのをまあみんなに教えたいと思う今回のね金策に用意するものが AP 弾ですねこれ一発当たり1000円ぐらいするのでまあトータル3万円でしょでもう1個がね SKS なんですが SKS はですねえこのカスタムでだいたい1万円には収まるかなっていう感じなのでえまあ皆さんね4万円はえまずお手元にご用意していただいて でその4万円を握りしめて戦場に向かってで僕にしばかれて4万円を寄付してくださいお願いしますはい、まあ、100人いればね、えー、4万円だから400万円になりますからねちり、まあ、も積もれば山となるんですよ山となでしこ魂見せて、えー、しっかりね今回、えー、警告マッチングしばいていこうと思いますそれでは早速やっていきましょうレッツゴーはいということでねレモンティーを飲んでいる間に、えー、マッチングしておりました対戦よろしくお願いしますということで えー、今回はですね SKS 金策やっていくわけですがまずは鎮痛剤を飲んであげてでまあ最初のですねまあ、このリスポーンというかスポンチがまあ重要でですね、えー、ここで沸いたということは敵がどこで沸いてるんでしょうか分かりませんはいまあ、この辺で沸いてるかなとりあえずですねもう敵のですね脇ポジを潰してあげるはいもう脇ポジ潰しゲーなんで 僕がここで沸いたってことはまあ、この辺のね、えー、ピンの辺りで湧いている可能性があるんでまあ、そっち側一旦見に行きましょうかはいもうね簡単なのよ頭狙ってしばくだけもうそれだけですこの金策方法っていうのはもう頭以外をね当たってしまった場合はもう GG なんで敵にね打ち返されてハチの巣になりますから皆さん気をつけましょうねまあ本当はですね、安全コンテナがあれば、 まあ一案いいんですよ。AP 弾をね、安全コンテナの中にぶち込めば、まあそれでね、済む話なんですが、僕はですね、今回、安全コンテナが、まあ、ありませんので、まあ無料でね、ゲットできるものにはなるんですが、まあでもね、あれ、上限あるからね、1週間で2個しかね、もらえないから、もうなければないで、ポケットにね、えー、弾をぶち込んでいくしかないんで、まあ皆さんね、そのはまは、まあ、諦めましょう。はい、えー、ということで、こっち側でまさかの湧いていないのか。 ちょっとよくわかんないけれども、まあ、このね、SKS 金策っていうのがまあ最適解ですね、僕の中では。はいこれをすることによって、まあ,あの敵からですね、頭ぶち抜いて装備全取りできるんで、えー、ということでですね、えー、とりあえず敵がいなさそうなんですよね、近くで湧いていなかったのかしら。まあ正直、初動でしばくのが一番まあ安定するというか、まあ、安心できるんですけど、 まあ別に初動で縛かなくてもいいかなって思ってます。なんでかっていうと、まあ、漁夫もね、いいんですよね。敵がやり合っているところを漁夫って縛くみたいな。まあ、なんでね、えー、敵が消耗するまで待つっていうのも作戦のうちに入るかなと思いますので、まあ、その辺は臨機応変に行きましょう。で、なんかここで湧いているね、なんかリグがありました。やったぜ。このリグめっちゃいいんじゃないなんか美味しそうなリグゲット。はい、ありがとうございます。1万5000円。 こんんなものものらってていいんですかありがてえリグとかねあの全然持ってかないんでこの金策ははいもう敵から全てをね根こそぎ奪うというコンセプトになってますのでだからまあ戦場でねまあ、こうやって手に入れるもよし敵を縛いて手に入れるもよしまあ皆さんねどっちでもいいんですがとりあえずまあ4スコなので4スコでね狙える距離で打ってあげましょうねまあもうそれだけ。 まあ、銃声のね、ところに向かってあげるしかないんですよ、もう。この金策方法っていうのは。はい。もう、鍵とかもね、一切持ってきませんので、とりあえず、もう頭狙うだけ。もう、シンプルですよね。やっぱりね、シンプルなところにね、行き着くんですよ。最終的に人類っていうのは。このまま科学が発展したら、多分さ、俺、携帯に戻ると思うんだよな。スマホから。一周回って、携帯になるんじゃないかな、また。未来、まあ、30年後ぐらいはさ、 またどうせ携帯が流行ってるんでしょうね。でもなんか機能とかバージョンアップしてそう。はい。ということで、なんか銃声めちゃめちゃ鳴ってるんですが、どこにいるのかようわからん。はい。気をつけましょうね。この辺にいる可能性もあるんで。まあ、ただとりあえずここをですね、まあ、キープできれば、まあ、非常に有利かなと思います。はい。怖いな、ガチで。いないかいないのか本当に。いるね。怖なにこのさ、足音めっちゃいるしな。はあ やば,いや,ばいや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 ばい。やばいあー、こいつらはボットですか。はい。ボット2機ですね。ボットプレイヤー2機なんで、えー、こいつらは放っておきましょう。さあ、えー、崖をですね、楽しんでロッククライミングしてここに来ましたが、えー、とりあえずですね、えー、別荘でやり合っている模様。まあ、一旦ここでね、茶を濁しておきますか。奴らはね、本当にね、どうでもいいんですよね。まあ、一旦芝いときます。めんどくさいんで。足音は入っているのですが、 ま、これ多分普通にボットだよね。この弱さっていうかさ装備っていうか、まあ、この感じ。まあとりあえず無視していきましょうか。どうせ AI なんで。えい、ー、っ僕が狙うのはまあ、大物なんですよね。来た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 。あいつか今回のターゲットは。ようわからんがまあ、あの人をですねしばいていきましょうか。はい一発当てて二発当ててはいオッケー強いこういうことね。本当に。わかるかな これが SKS の強さ。これでさ、もう全マッチやればいいのよ、みんな。何も考えずにさ、SKS 使おうよ。マジで強いから、びっくりするぞ、これ。5層貫通詰めておくだけでね、もう大抵の敵はしばきますからね、当たり前ですけど。うん、普通に6層なんていないんで、幻ですから、幻ポケモンをさ、追い求めるよりさ、近くの草むらでさ、ポッポさ、ゲットする方がさ、有益だろ。 さあなんかしんないけどお前相手にこんなに弾使ってる場合じゃないんだわ本当にふざけるなまあ、とりあえずあやえべべべびびびはあ、ははあ、お前まだいたのかやめてくれ一旦キャンセルするわは一旦キャンセルさせてもらってあああいあいあい君はもうボットなんでねわかってるんでさようならありがとうございましたでこれさ一回ね弾込めると落ちちゃうんですよね一発もったいないんでしっかり拾いましょうこれ1000円なんではい 途中でね、玉込めすると、今みたいな感じでね、あの落としてしまいますので、玉を一発、そこはですね、拾うようにしてください。はい、これ、解説ですね。はっ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 、いったまじで。誰何、今の。ちょい、待ってくれよ、ほんとに。やめてくれよ。ちょ鎮痛、飲んでおきますが、まずい。まだ嫌がった、普通に仲間が。これ、だるいですね、ほんとに。ちょっと、だるさ入っているんですが、まあ、 いやーこれ拾えないよなあそこの拾いたいけどなあ来切ってるのかめんどくさあーマジ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 なんで弾出ないんだよはぁ、あ、嘘だろいや今のワンチャンしばけたな普通にもったいなマジでうわ焦って腰打ちしてなんか黙っちゃったし実況者失格ですもうやだー本当に俺の AP 弾返せよガチで さあ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 やってきましたねハンターがさあもうマジでこれパンチあったな腰打ち弱すぎマジで本当にみんな腰打ちなんてするんじゃねえぞ腰打ちは甘えなうん甘えてしまいましたまあこの結果ですね僕はまた財産を失ったとでもねまあ4万円失っただけなんでまあ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 まだまだメンタルには来ません まあ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 。まだね、4万円失っただけなので、まだメンタルには優しいです。はい、ただね、えー、まあ皆さんはですね、もう少しだけ慎重な立ち回りしていただいて、であと ADS していただいて、まあ、ちょっとね、甘えないようにだけお願いします。僕はですね、甘えてしまいました。腰打ちは甘えなんで、まあ、それさえ克服できれば、まあ、皆さんもねうまうますることできるかなと思います。はい、あああ SKS 金作、いや本当にね、 えー、これで、まあ、20万30万レイドとかできるので、まあ、今回お見せすることができなかったんですがまあ,あの論より証拠というか、まあ、皆さんね、まあ、100分は一見にしかずですから、まあ、聞くよりね、えー、実際に見た方が早いので、まあ、皆さんね自分の目で、えー、見てみてください。以上こんがりでしたじゃあなっちじー